はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望武将風録59回目ですね。続きやっていきたいと思います。ではさぬきに攻め入りましょうかっていうところですね。あ、さぬきじゃねえや私さぬき言ってましたね前回。イオですね、ごめんなさい。じゃあイオに、はい、カズマスさん、秀吉さん、重友さん、左近さんで、そごうさん、カズマスさんでいいですよね。さあ野戦希望なんで300-230でいきたいんで、まあカズマスさんは100の鉄砲で、秀吉さんは50の騎馬で、感じかな。で、これで200でしょ。250。で、300。あ、待てよ。確か、三好さん。出てきよんのかな。まあ攻めちゃいましょうか。42にイオンにね、はい、この5人ですね。で、80の鉄砲でいきましょうか。で、80の鉄砲。で、80の鉄砲。で、8324。で、80の騎馬。で、20の騎馬にしましょう。もう、まるまるですね。340。はい。籠城すんなよ。よし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 。これは大きい。で、本陣山。で、カズマスさん。で、秀吉さん。で、鈴木さん、左近さん。で、そごうさん、本陣守らせる。さあ、こい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 。夜近づいてくるはずなんでね。あ、待って。よいしょ。はい、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 はい。誰いるの？ちなみに。よいしょ。これは？あー、木島さん、末さん、岩成さん、河野さん。あー、やっぱり三好さん出してきてないね。寝返った。待機待機。はい、さあこれで近づいてくるでしょう。あ、雨降ってきた。マジで。
あー痛いな。おお突っ込んできた。おおなるほど。そうか、そういうあれできたか。はい、岩内さん捕らえて、あーまた突っ込んできた。あーそういうことか。はい、じゃあ秀吉さんちょっと下げちゃいましょう。まあ通常攻撃でもいいでしょう。はい、はい、これで河野さん捕らえたね。あー鉄砲隊がね、うん、残してるのがちょっと痛いですね。よっしゃ、寝返った。あ、三好さん中精度84ですね。これはいいや。おい、ちょっと秀吉さんあれですね、的になっちゃってる感ありますね。さあ、あー和正さんをどうするかだね。とりあえず、うん、で、はい、移動攻撃、これで一人捕らえた。ああ、何してんだ。はい、セナガフサさん捕らえたね。あ、夜だから見えないですね。いや、どうしようかな。ちょっとおとりにしましょう。あ、そっち狙おうか。
左近さんちょっと裏手に入りたいんで、ちょっと行動力ですね、貯めておきましょう。ああ、そっち狙うんか。ほい。ほい。そうですね、これでもう、囲めるので、はい。で、あとは、そうですね、本陣削って、退却ですね。もう、三好さん引かせましょうか。はい。届くのかな。よいしょ。確か二マスね。ここは遮蔽になってるから当たらないよと。はい。まあ夜までちょっと待ちですね。あ、雨降った。あー、これで攻撃はせずに、よいしょ。はい。で、本体。あ、本体じゃない。そっち狙ってくるか。硬いっすね。さあ、サコン突っ込む。ああ、雨降ってきたのか。仕方ないっすね。はい、突っ込む。ああ、減る減る。通常でいいか。押し切っちゃうか。ああ、交付勧告効かないですもんね。よし、いけそうですね。あー、ダメですね。はい、もういいでしょう。はい。
さあこれで長宗壁を囲んだので、あとはちょっと毛利さんが北側がちょっと脅威なんですけどね。はい、岩内さん脅威高いね。いやー屈辱は忘れぬ、切るがよい。スエさん、はい、河野氏滅亡ですね。ちょっと伊予の様子、兵力がだいぶ少ないですね。ちょっとかき集めてこないとまずいですよね。で、あ、間違えた。政治力がね、そんなに高い人いないんですよね。さあ、美濃ですね。はい、よいしょ、こんな感じでいいかな。はい、山城、もう一回ちょっと米打っときましょうか。あとは怖いのは長宗壁か。いや、何をしたいかというと輸送ですね。鉄砲ね、160丁ちょっと動かしましょう。はい、で、キーですね。あ、そう、ここだが回復したのか。ここ誰いた。あ、そうか、三雲さんと正康さんでしたね。とりあえず阿波に兵力ちょっと固めないと、どえらいことになりそうなので、で治水を、はい、元ですね。はい、で技術、はい、さんちょっと渡しとこうか。200ぐらい、はい、
で加賀ですね、本国。ここは全員100位になったから、本陣移動しましょうか。ああ間違えた。はい、移動。越中、信長、官兵衛。うん、森さんもいいでしょう。はい、鉄砲さん。誰でもいいんだけどね。誰が。そうか。よりてるさんにすればよかったんだ、政治力高いから。人事、委任。国選択。そっか、ここだからダメなんですね。じゃあちょっと終わった後だな。とりあえず、はい、でここで人事ですね。で上司を誰にしますかで委任しますかでノーで抜ける。でここは伊勢は、はい、米売りを、あ、ちょっと待ってくださいね。そっか、69あるから全然大丈夫ですね。43で作れるんだ、すごいね。ここもちょっと鉄砲を作らせていきたいから、とりあえず1回米売りましょう。はい、売ります。で鉄砲を三好さんに作らせて、であとはそうですね、国力回復ですね。はい、いいよ、来ました。やること結構あるんですけどね。まず褒美で、岩成さんですね。わあ、がんね。で移動、さぬきに7、8、9、10。カード低いね、66。時さん、奥山さん、ここは米売り2回の鉄砲製造。5しか変わらんのか。まあ75金差出るだけなんで、もう林さんでいいでしょう。でこんなもんか。はい、で教育ですね、相変わらず。
で、技術を、まあ技術か町投資ですね。はい、伊賀。伊賀もね。あんまり行動力がね残っとらんので、はい、越中ですね。で、鉄砲作りからですね。光秀さん29で、あ、そうか、神戸さん移動してきたばっかりか。じゃあもう光秀さんでいいかな。神戸さんだと何倍なの ?45。結構違いますね。よし、これでいいでしょう。残る行動力は77。まあ、米売りして。あ、その前に、忠誠度は、ねえ、あとは越後をちょっと調べとかないとダメなんですよね。これから入っていって、さっき東北かな、抑えるのは。で、関東周りで、で、信長さんは東から武田さんをつつくっていう感じを考えております。まあ米売りさせとこうか。で、そうですね、行動力ないからここで終わりですね、今月は。はい。で、稲葉。まあ、鉄砲作りたいけど、米売りだけして終わりかな。はい。国力伸びない。ここはもう、違う。76か。ここの国はね、ちょっと大事にしたいんですよね。国高が高いんで。米を回していきたいとこなんですけどね。まあ、1回分ぐらいでいいか。ここもしばらくは国力回復に注がないといけないので、あとはメンバーですね。
製造中か。じゃあ取引させましょう。ですね。調略、いや金じゃないのよね、ここも。はい、飛騨、飛騨もね、もう上げれないので、ね、ちょびっとずつちまちまお米の売り買いやってもらうしかないんですよね。まあ作っておきましょう。はい、終わり。はい、ノートもダメね。さあ、ついに76年神奈月10月に入りましたね。では、すいません、今回はここまでにしたいと思います。信長の野望武将奮録59回目でした。ではさよなら。